熊沢さんのコース、斧が見えないんですが、当たり判定って怖いね。確かに。ってかこれどっからゴールすんの？マジで。はあ、上、ここ？ここ？あ、ゴールできた！こんなさっくりとゴールしていいわけ？わお、すごいね。当たり判定って怖いね。はい、皆さんこんにちは、コーダです。ということで今回もスーパーマリオメーカー実況、はい、皆さんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメーカー実況プレイしていきたいと思います。というわけで、残り2日でございます、2016年。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ昨日はね、やり残したことないですかみたいなことを言ってましたけど、まあ誰だってね、やり残したことはあるんですよ、そら。うん、ただまあ2016年がね、まあいい感じで終われるように、はい、最後まで楽しみましょうということで、はい、終わりよければ全てよしっていう言葉もありますし、じゃあ最後まで楽しくいきましょう。あったんさんのコース、簡単そうでとっても点々点々、こちらやっていきましょう。なんか見た目的にはね、丸々とあと青ドクロがあるだけの、確かに簡単そうなコースにも見えますが、どういうことなんだろう。ほう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 、この間？あ、待った、ごめん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 、嘘ついた嘘ついた、もう一回もう一回いきますね。入って、よしよしよし、あ、そういうことそういうこと、オッケーオッケー。なるほどなるほどなるほど、なのかこれは。ちょっと待って、難しいかも確かに。まずはこの砲台の間に入ると、入って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 、いけいけいけ、あー、なるほど、ゴールバーにしっかり触んないとゴールできないっていう、このマリオワールドのこの仕様ね。まずはこの、もうちょいもうちょい上、上じゃないか上じゃないか上じゃないか、やっぱそうだよね、ここ。よし、あー、またこれまた間だな、これ間だな、あー惜しい。さあ行きます。いいいいね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 、それいいよ、これいいよこれいいよ、これ絶対いい、ゴールっと。あら、なんとシンプルで楽しいこと。いいですね。リリーさんのコース、ディスコのサビで地面がやばい、こちらちょっと面白そう。ディスコって多分トゥレ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 フォーでしょ。これだこれだ、フォー。なるほどなるほど、このフォーの後のミラーボールが出てくるぐらいでブロックが、はい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 、ブロックからコインになってしまうと、そういうコースですね。だから急いでいかないといけない。ポー！あ、待って待って、怖い怖い怖い、いついついつサビが終わんの、いつサビが終わんの、え、待って待って、怖い怖い、待って待って待って、あ、まず、おー、ぶらぶら、あ、そっか、自分で進んでいかないといけないのか、まずいまずいまずい、これ面白い、そっかそっかそっか、ディスコのサビに行かないようにするためには自らが、よいしょ、そのサビにならないように操作しないといけないってことか。オッケーオッケー、そういうことね。あぶないあぶない、あーリフト行かないで、トゥル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 トゥポー。でもさ、サビに行かないのもちょっとさ、もやっとするけどね。まだ行かないんかいって。あぶないあぶない、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、いいねいいね、はい、待って、危ない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 、オッケー、いいんじゃないいいんじゃない、オッケーオッケー、はいはいはい、待って、どこまでどこまで、はい、よしよしよし、もうよくわかんないよくわかんない、もう、あー、終わり終わり、まだ終わり、よっしゃー、サビまで聞かずに終わった。へー、これは鍵ドアに入ればいいと、入っちゃいましょう、やった、ゴールようやくサビが聞けた。いやー、これは面白い。いや、ハイテンションになるコースですね。うん。ディスコのサビで地面がやばい。デスディスコ。この英語タイトルがいいね。デスディスコ。DD ですね。はい。ありがとうございました。マー君さんのコース、新技？ヨッシーの舌を後ろに出す方法を発見。まずは、じゃあヨッシーに乗って、たら Y 連打って書いてたね、 Y 連打、おお、なんか一瞬ヨッシーが左を向いて、左を向いたのか、ちょっと一瞬すぎてね、
見えなかったわ。まあ、とにかくでも、僕、左は全く押してないんですよ。押してないのに、食べたよね。不思議。カイトベーターさんのコース、パウボーイ、こちらやっていきましょう。さあ、これは何とかけてるんでしょうか。箱ボーイ、それとも、ゲームボーイ。そういえば、いろいろボーイってつく商品名多いですね。任天堂の商品で。おー、パウボーイ。なるほど、パウに乗っていくパウボーイってことね。うん。しかし、このパウボーイの、この正体はイカな気がする。うん。イカ省略。よし、行きましょう。おっと、結構きつい。あ、でも意外とさっくり、さっくり。いけるね、いけるね。よし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 。さあ、さすが箱ボーイ。箱ボーイじゃない。パウボーイ。うん。いい感じにいけてるんじゃないですか。さあ、2段目。さあ、ここも、よいしょ。行って行って、はい、乗り換えると。ここも、よいしょーっと。いいねー。このバネの使い方。バネって結構ね、癖あるよね。あぶれ、あぶれ。ふぅ、はぁ、よかったよかった、いった。あぶれ、あぶれ。オッケーオッケー。うまいんじゃない、うまいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。よしよしよし、土管に入っていきましょう。さあ、上に行った。さあ、これで、まだまだ、パウボーイ。パウボーイですよ。うん。イカなんかじゃない。これはパウボーイだ。あぶれ、あぶれ、あぶれ。よいしょ、オッケーオッケー。できれば、一回も死なずに行きたいけどね。うん。ファイ、ファイ、ファイ。間をくぐり抜けるのって結構面白いよね。うぅぅ、はぁ、オッケーオッケー、いいよいいよ。いい感じ、いい感じ。すげえいい感じ。さあ、このままラストまで突っ切りたいけど、これはランダム要素だね。クッパだす、クッパさん、クッパさん、クッパさん。もう最後の最後にこれだもん。もう、パウボーイからただの、ねえ、おっちゃんになっちゃったよ。うん、まあでも、ゴール、一発でできましたね。よかったです。ありがとうございました。ホワイトサイクロンさんのコース、10秒チャレンジ、隙間に入ろう。こちらやっていきましょう。隙間ね。隙間に入りたい年頃ですよ。うん。まあ一発で僕の場合、クリアしちゃうんじゃないかな。いきまーす。せーの、よいしょ。オッケー。はい。はい。いいね。いいね。いいね。いいんじゃない？その調子。よっしゃ。おお、0秒ゴール。超ギリじゃん。イエーイ、やりました。ありがとうございました。スペルマママンチョフさんのコース。ゴリラと猿の夢冒険。こちらやっていきましょう。いやー、ドンキーとディディのね、ドット絵がありましたけども。おっ、さあ、ドンキー。あ、ドンキーの旅終了ですよ。ひどい。まあ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 。そう。ドンキーとディディとね、あと、おっちゃんのね、旅ですからね。はい。これもうドンキーになれないのかな？ちょっと悲しいな。おお、下からモグラーニャ。はい。これは、このまま、いいんだよね、いいんだよね。うん。そう、なんか、初代スキンだとさ、こう、よいしょ！あ、なるほどね。これ、樽から飛び出す感じを表してんのか、表現してんのか、うまいね。さあ、ようやくディディになりました。うん。今度ディディはね、長旅させましょう。よし、行きましょう、行きましょう。オッケーオッケー。そんで、あー、待って、まあ、ディディの旅終了。ディディ、あー、ちっちゃいおっちゃんも終了。さあ、ディディのところまで戻ってきました。オッケーオッケー。よーく、よく戻ってきた。よし。もう慎重に、行きましょう。あぶれ、あぶれ、全然慎重じゃない。全然慎重じゃないよ。さあ、これも、間をくぐり抜ける。オッケー。ここもくぐり抜ける。あー、こういうコース、マジでドンキーにあったな。うわー！あー、もう、もうちょっとディディと旅したかったよ。あ、これ上に登っていく感じかな。ちょっと、まあ、オッケー、集中していきましょう。集中集中。よし、またドンキーになったぞ。嬉しいな。いやー、いろいろほんと再現されてますね。うん。なんかこうやってさ、飛んでくるツタ登りながら飛んでくるコースとかも確かにあった気がする。さあ、ここはずるっと降りちゃってギリギリ。あぶねえ。やっぱりドンキーだからね、このツタの移動はね。うん。
うまくいかないと、うまくいかないと。もう全然もうモンキーのね意味がないですよ。これは上でこうやっていっちゃっていいの？あー、ピンコインがそこにあるのか。オッケー、オッケー、取れた。よし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 。ここら辺結構難しそうですね。慎重に行きましょう。オッケー、うまくいってます、うまくいってます。よし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 。はい、ゴール。あ、ゴールではないけど。さあ、ここも一気に飛び出していく感じかな。はいよ、いいね。あ、次結構早い。ふん、いいね。ここは一気に右へボーン。おお、いいね、気持ちいい。さあさあ、最後はリディかな。まだまだ行く。これはどのタイミングだ。オッケーオッケー、把握した。もう一回飛んで、ここでしょ。よーし、来たー。うおー、はい、いいね、面白い。このコースすごいな。やばい、この樽から飛び出す感じをこうやって再現するのすげえなと思ったら、なんかちょっと待って、今よく針に当たんなかったわ。リディ、さすが。リディは細いからな。うん、ふっ、あー、当たっちゃったよ。でもこれで鍵、ピンコイン全部集めて鍵ドア入って、一気にいっちゃっていいの、一気にいっちゃっていいの。ボーナスステージか、ボーナスステージか。これはボーナスステージ全く役に立たず。全部避けていっちゃったもんね。あ、これドンキーかディディか選べるか、選べるってことだね。よーし、じゃあディディでゴール。いやー、面白かった、すげーわ、最高。なんかこのドンキーコングの世界をね、うまくマリオで表現してました。いやー、これはいいね。20個ぐらいだわ。ありがとうございました。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。そして今日のラッキーな人、今日のラッキーな人は5日前の晩御飯が思い出せる人。はい、5日前の晩御飯、何月何日だ、今日が30日だから25日ですね。おお、クリスマス、わかりやすい。ということで、はい、思い出せた人は、いい夢が見られるでしょう。はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、残り1日ですね。楽しく、いい年を迎えられるように、皆さんでちゃんと気持ちと体を整えましょう。なんだそれ。はい、ではまたね。グッバイちゃん。